赤い丸がフォーコーナーズ。オレンジ色はフォーコーナーズに接する州。フォーコーナーズの衛星画像。赤い線は、植生会。フォーコーナーズモニュメントフォーコーナーズモニュメントを囲んで立っている旗。写真の正面から時計回りに、アリゾナ周期、ナバホネーションの旗、ユタ周期、山岳湯と居留地の旗、コロラド周期、ニューメキシコ周期、ナバホネーションの旗。 アメリカ合衆国旗である。フォーコーナーズは、アメリカ西部にある4つの州の境界線が集まった地点のことであり、その周辺地域の故障でもある。フォーコーナーズの北西は、ユタ州、北東は、コロラド州、南東は、ニューメキシコ州、南西は、アリゾナ州である。北緯37度0分0秒、西形109度3分0秒に位置している。フォーコーナーズは、 アメリカ合衆国内で4つの州の境界線が一点で交わっている唯一の場所であり、コロラド高原の中央付近に位置している。フォーコーナーズには州名と宗教を表示した記念碑が設置されている。フォーコーナーズ地域の大半はインディアン居留地に属する。コロラド州域は山岳湯と居留地、その他の3州の領域はナバホ居留地であり、 ナバホ距離打ち内部にホピ族居離地もある。方向ーーナーズを含む一帯は、米国戦争終結後の1848年に、米国がメキシコから獲得した。1850年、1850年妥協により、ニューメキシコ順州とユタ順州が設立された。1861年、コロラド順州が設立され、ユタ順州の内ワシントン市後先生計32度以を、 取り込んだ。1863年、ニューメキシコ巡州の西部を分割して、アリゾナ巡州を設立した。その境界線は、コロラド巡州の南西の角から南に延長したものとして定義された。それまで、巡州の境界は、井戸、経度や川によって決めており、すでにある巡州の境界をもとに決めたのは、初めてだった。この規定により、 コロラド準州の宗教の測量時のミスに関わらず、4州の宗教が確実に1点に集まることとなった。フォーコーナーズ地域は、北緯36度59分56.3秒、整形109度02分42.6秒、北緯36.998972度整形109.045167度、36.998972-109.045167、 認知するフォーコーナーズを中心とする円形の地域と定義されている。フォーコーナーズ地域内にある保護地域は、キャニオンでチェリー、ナショナルモニュメント、ホーベンウィープナショナルモニュメント、メサベルで国立公園、モーニュメントバレーである。フォーコーナーズ地域内には、ユト山地、アバジョ山地、クスカ山地がある。フォーコーナーズモニュメントには6つの管轄協会がある。アリゾナ州、 コロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州、ナバホネーション、ユト山岳、ユト部族である。フォーコーナーズモニュメントは、ナバホネーションの公園レクリエーション局によって管理、されている。フォーコーナーズ地域には他に、ホッピ族及び他のユト族の居留地内部もある。フォーコーナーズ地域のほとんどは田舎である。ニューメキシコ州、ファーミントンが、この地域の経済の中心で、 最も大きな都市で唯一の大都市統計地域である。フォーコーナーズモニュメントに最も近い友人の町はアリゾナ州ティースのスポスである。地域内の他の町はコロラド州のコルテストデュランゴ、ユタ州のモンテセロとブランディング、アリゾナ州のカイエンタとチンリー、ニューメキシコ州のシプロック、アズテック、ブルームフィールドである。この地域の空港は ファーミントンのフォーコーナーズ地方空港である。週間高速道路40号線がフォーコーナーズ地域の南端を通っている。フォーコーナーズ地域に直接つながる国道は64号、160号、163号、191号、491号、550号である。アッチソントピカンド。 サンタフェ鉄道の本線が、4コーナーズ地域の南端を通っている。デンバーリオグランデウェスタン鉄道の本線が4、コーナーズ地域の東端を通り、支線がファーミントンまで通じていたが、保存鉄道となっている。デュランゴシルバートン狂気鉄道及びクンブレストロテックシーニック鉄道以外は廃線になっている。 敬遠た近くのブラックメサ炭鉱から火力発電所へ石炭を運ぶブラックメサレイクパウエル鉄道は方向ーーナーズ地域の近くを通る。ありがとうございます。